ビャンビャン麺は中国の先生省で一般的な幅広の麺。標準中国語ではバイアンビャングミアン、ビャンビャンミエン、西安方言ではバイアンビャングミアン、ビャンビャンミエンと発音する。原料は小麦粉で水と食塩を加えてこねて生地を作り、茹でる直前に両手で伸ばし2から3センチメートルの幅に平たくのして成形する。日本のうどんに似た食感を持つが、 切って成形するものではない。長さはのす。台の長さによって決まり、1メートルになるものもある。先生十大会の一つにも挙げられる、この麺は、その長さと広い幅のために、麺状最古仕帯とベルトに例えられている。先生省の観用紙周辺では、油麺とも言われる、茹でた麺の上に、唐辛子や刻みネギをかけ、それに熱したピーナッツ油などの油をかけて、香りを出し、 あえて食べる方法が主流で、特に冬になると唐辛子を大量にかけて食する。塩、醤油、唐辛子、ファーチューなどの調味料やもやし、コリアンダー、肉などの具材を加えて、あえて食べることも、酸味と辛味のあるスープに入れることもある。具のないものは田舎に住む貧民の食事であったが、近年では、その風変わりな名前や表記から脚光を浴び、 西安市などの都市でも提供されるようになった。ビャンの漢字ビャンビャン面という名称と、その表記に使われる漢字の起源は、諸説あり、確定していない。名称についての説明として、平たいことを意味する、平田、平田がなまったものという説がある。先生を含む、西北方言では、地方によって、標準北京音の、ンが、ンと発音される場合がある。 この地方名が現物とともに中国各地に伝わる過程で原義が忘れられ、音だけが残ったものというのである。このほか、調理時に麺が発する音や、販売時の標識の音などの擬音に由来する様々な民間語言説がある。先生方言の研究者、人格は、漢中型原子語公尺で、もちもち麺という字に、バイアンビアングミアンとの読みを記している。名称の由来として、 西安志願トークには、水べしという茹でた平たい麺類があり、もちもち麺も、生命妖実に見える水引き餅や、寒大の釈明にも見え、壮大に出産祝いの宴会に用いられた湯餅が変化したものとし、もちもちと呼んでいたものに、後から設備後の麺がついたとする。また、この場合の餅は、麺餅、すなわち小麦粉を水でこねてのした。 加工品全般を指す。西安方言で、餅は一般的には BNG のような発音だが、部長と発音するのは伝わった時代差による白文遺読と呼ばれる現象とする。表記に用いられるは方言字の一つである。ただし、新代の後期時点に見当たらず、20世紀までに出版された先生方言の研究書や漢字研究書にも見られないため、 かなり新しく作成されたものと考えられる。ビャンビャン面専門店の例筆画、編集1900年以前のビャンの商店名称に用いられている漢字は58角で構成され、現代使用されている漢字の中では極めて複雑である。また、中国で常用されているポケットサイズの進化辞典は元より後期辞典や中華大辞典のような大型座書にも載っていない。 また、長らくユニコードにも収録されておらず、一般的なコンピューターでは表示、入力できなかった。なお、この文字よりも筆較が多く複雑な漢字として、竜を四つ並べた、などがあり、和製漢字の、も知られている。覚え方、編集、の書き順前述の通り、という字はあまりに複雑なため、先生賞居住者の間では、字の書き方を思い出す手助けとなる短い歌がいくつか、 存在する。そのうちの一つは、右に、ではなく、手と書く、異体字の説明であるが、一点人を起乗点。甲賀道湾八時代、口ことあざり里僧、一、西一、左一右一、中坂大王、新寺定月寺方々、草さびかごかつらい将、座開たるみな。と言い,い、日本語訳は、点が、てっぺんに飛び上がり、甲賀両端で曲がる。 八の字が大きく口を広げ、琴の字が中へ入る。東にちひねり、西にちひねり、左に長びとつ、右に長びとつ、中間に馬大王が座る。心の字がそこに、月が傍らに、釘を打って、そこに服をかけ、車に乗って、関与へ向かう。文字コード、編集、は、ジス X0208 やジス X0213 などの、 日本の符号化文字集合には含まれておらず、また、国際符号化文字集合ユニコードにも長らく含まれていなかったため、この字を表示、入力できる環境は限られている。ユニコード6.3例において、英語版、ウィキペディアの投稿目の記事を転居として、U、ソースイデオグラフスにこの文字が収録され、c j 系統合漢字拡張 F への追加が検討されたが、 信頼性に欠けるとして却下された。漢字研究家のケンランディは2015年11月2日から5日にかけて開催されるユニコードテクニカルコミッティにおいて部長型探求という論文を転居として簡体字とともに再びこの文字の追加を提案する予定であることを明かし、これが受理されれば CJK 統合漢字拡張 H に収録される予定であった。 2017年11月22日にこの字が CJK 統合漢字拡張 G の一部としてユニコードに登録申請され2020年3月のユニコード13.0に収録されたコード1は U プラス30エド U プラス30エデであり第3漢字面に収録されている星帯面北京ではビャンビャン面北京連鎖店チェーンで取り扱っている カナンにおいても扱う店が出現し始めている。日本においても東京周辺の個別の店で、ビャンビャン麺と称して、幅広の麺類を提供する例があるが、先制セのものとは、風味が異なる。大阪市内の西安料理店では、腰帯麺との表記で提供されている例がある。2020年、セブンイレブンは西安風馬から、こういう麺、ビャンビャン麺の商品名で販売している。 当初は東京都のみでの販売だったが、11月から首都圏及び宮城県、山形県、福島県、東海、近畿に拡大している。ありがとうございます。